アルファアビエーションは飛行機ヘリコプターのパイロット養成において国内屈指の実績を誇っており、確実な就職を見据えた徹底したカリキュラムによりこれまで多くのパイロットを輩出しています。安全面でも高い評価を得ており、卒業生も含め1985年創立以来無事故記録を更新し続けています。当校の飛行訓練の特徴は、ダイヤモンドエアクラス社の単発機 DA40 と多発機であります DA42 の最新鋭の訓練機を使っていることと、操縦訓練に最適な福島空港で行っていることであります。アルファビーションではダイヤモンドエアクラス社の正規ディーラーであり、サービスセンターの認定も受けております。操縦訓練はジェット機も就航しております。福島空港で全て飛行が可能であります。アルファアビエーションで飛行機の操縦訓練に取り組む一人の女性訓練生がいます。赤田さんはアルファアビエーションで DA40 単発機の事業用ライセンスから計器飛行証明までのフルライセンスを取得し、プロのパイロットになりました。今日は早速 DA40 のフライトを見せていただきましょう。フライトをしていくんですけれども、こうそこで怠けを出さないように、細かいところまで、チェックしていきます。今からは外部点検、内部点検始めて外部点検するんですけど、いつも基本的には飛行機の全体像をちょっと遠目から見て、こう明らかにへこんだ部分とか、なんかちょっとぶら下がってるとかいうのがないかを確認します。書類が搭載、必要な書類が搭載されていたりっていうのを、本当に出発の間近にもちゃんと確認するんですけれども、しっかり事前にもチェックするということで内部点検始めていきます。キャビンの搭載書類搭載されてます。で、どんな書類やら、でパーキングブレーキセット、マスタースイッチオフ、イグニションスイッチオフ、エンジンコントロール、はい、チェック、バッテリー入れます、バッテリー入れます。で、この時にラダーペダルも合わせてしまいます。ライトのチェックします。ランディングタクシーポジションストロボ、外部点検始めます。左主翼ステップ確認、空気取り入れ口。プロのパイロットになってもフライト前の点検は隅々まで欠かさず行います。チェックスピードヒーローオン、シンクリーズアナンセーション、ヒーローアナウンセーションオン、アンプスティー、クラップアップ。飛行前に心がけていることは、一番は安全に行って帰ってくるっていうことと、あとはやっぱり自分が課題としていることを、いかにこう、克服であったり、磨いて帰ってこれるか、そして教官方が教えてくださったことを、適切なタイミング、適切な順序でいかにやってこれるかっていうことは、毎日の心がけとしてはやってます。ランウェイ01タクシー2タンゴ6 QNH3000 ジルタルファ40デルタルファ QNH3000 ランウェイ01のタンゴ6に向かいます、パーキングブレークリリース、アフターインジンスタートチェックリースコンプリート、クリアンザレフト、クリアンザライト、
もともとその両親が航空会社に勤めてるっていうのもあって、まあ、飛行機だったり空港の、まあ、父のとか母の事務所、うん、オフィスが、うん、まあ、遊び場みたいになってたっていう、うん、その身近なところもあったんで、やっぱり航空業界っていうのは、まあ、憧れだったりはあったんですけれど、小中学校はなんか変に考えていて、手に職を持った仕事に就きたくて、うん、でそれでまあお医者さんになりたい、歯医者さんになりたいって周りに回った時に、そうですね、タイミングよく、まあ、あ、航空業界っていうのも戻こう頭の中に返ってきて、で、まあ、キャビンアテンダントさんにも憧れた時期もあったんですけれど、やっぱり今すごいこうパイロットのこう門が開けてる中でも、やっぱりプロとしてやっていくっていうのはやっぱりこう全員が全員なれるわけじゃないじゃないですか、うん、そこにもなんかかっこいいなっていうのがあって、うん、ウェザートリームセットテイクオフ、フラップステイクオフポジション、テイクオフチェックリストコンプリート、福島レディオジレタアルファ40デルタアルファホールディングショートランウェイ01タンゴ6ベリーノースデパーチャー、デルタアルファ40デルタアルファラジャーウィンド350デグリースコレクション、ウィンド330デグリース12ノーツ、ランウェイ01ランウェイズクリア、ランウェイ01ランウェイズクリア、ジレタアルファ40デルタアルファ、ホーリー山まっすぐ行った方がいいのかな、はい、まあ、はい、クリア。例えば猪苗代が今日はちょっと雲が低かったりでダメだっていう時のチョイスが私たちには結構あって、うん、だからよっぽどのことがない限り今日フライトできないねっていう日がなかったので、うん、そこもこう調べす通りというか、ね、こう自分の思ったスケジュールで行けるっていうのは、うん、こう気持ちも持っていきやすかったですし、うん、はい、大きかったです。もうリビング郡山でいいですか。リビング郡山、トロシート白川、はい、福島レディオデルタアルファ、フォースソーデルタアルファ、リービング郡山、プロシート白川。デルタ40デルタアルファラジャー、リポートオーバー白川。リポートオーバー白川、デルタアルファ、40デルタアルファ。アプローチはもう75とかそのぐらいで、ソロに入った時70ぐらいです。50です。経験豊富なあの教官方が教えてくれるので、あの試験対策だけの勉強じゃなくて、なんか長い目で見たというか、ここだけで終わらないというか、今後活かせる知識もどんどんくれるので、そういう面ではあのすごくありがたいと思いますし、だからこそこう私も今は必要ないかもしれないけど、ここってどうなんですかとか、例えばエアラインの運航ってどんな感じなんですかとか、例えば他の使用事業だったりのところはどういうふうにしてるんですかっていうのも、まあ、疑問に思ったことはその、まあ、訓練の中だけでなく聞くようにはしたりしているので、はい、とてもいい環境だなと思います。スターランディングチェックリース、フラップスアップ、ピロヒーローオフ、エレクトリキューポンプオフ、アルタネートエアークローズ、トランスポンダー1200。一番最初も今まで飛行機飛んだことなかったっていう時はもう忙しすぎて、うん、レベル水平飛行するまで、うん、ふわってなれなかったです。やることたくさんだなっていう、やっぱりこう、うん、飛行機が先行してしまって私が置いていかれてる感じが一番最初はあったので、うん、あんだけ準備したのにそれでも置いていかれるかっていう、うん、やっぱり衝撃というかありましたけど、ちょっと落ち着いてから飛んでるっていう時の
こう言葉にできない感動というか、感動がすごかったですね。飛んでるよ、はい、そうですそうです、本当に。当社で使ってるダイヤモンドの DA40、DA42 でこれで、まあ、あの G 線というものをこう使うことになったと思うんですけど、まあ、G 線を使ってみて、まあ、どうでしたかっていうよりね、今のこの航空機がああいうものになっちゃってるんで、まあ、それがあの最新鋭機の機体で学べるっていうことでね、はい、まあ、こ う, うちもこう提供してるんですけど、はい、まあ、G 線を最初使ってみてどうだったかなっていう。もちろんその従来の丸型ケーキって言われるものも本当に、うん、まあ、もちろん G 線がアウトになった時っていうのはそれでも飛べなきゃいけないと思うんですけれど、やっぱり今後プロになっていく上で航空会社を私は目指していて、航空会社の機体とかもやっぱりそういう、まあ、G 線のに似たそういうのを使っているので、うん、こう訓練の最初の一歩から最新鋭というか、もう航空会社でも移行しやすいというか、うん、そういうのを使えてなおかつこう、うん、濃い訓練ができるっていうのは強みだなと思いましたね。うん、そうですね。はい、滑走路も充実してるし、あと ILS だよね、あの着陸後方援助施設、これをマスターできると、はい、今は、まあ、自分たちの訓練空港ではなくどこかに行かなきゃいけない、でそこまで行くのが遠いとか、まあ、遠いっていうのもちょっとおかしいんですけど、そこまで行くのが時間がかかってしまって、そうです、まあ、時間もかかる、まあ、訓練費用もかかってしまうっていう面では、まあ、手軽ねって言ったらおかしいんですけれど、やっぱり自分たちが基地としている空港であの上がって経験飛行侵入してくれる、してこれるっていうのはやっぱ大きかったです ね、はい、ここはその定期便がゼロでもないしなので、まあ、航空機の、まあ、後方乱気流について考えたり、例えば基本的には計器飛行で飛んでいくので、まあ、クリアランス、あ、今エンジンスタートしたからもうすぐクリアランス取るとか、そのクリアランスが出るとかですね、そういう風なのがやっぱり分かるので、なんかそうだよね、はい、基本的なこともね、はい、うん、だから小型のだけでやってるわけではないので、うこう外からの環境で学ぶものっていうのはすごくありますね。単発機の免許を取得した赤田さんは、これから双発機の訓練に挑みます。今日は初めてのオートパイロット機能を利用して仙台までのフライトに挑戦です。そうですね、オートパイロット、まあ、オートパイロットなんで手放しで OK かっていう方はしっかりモニターしていかなきゃいけないので、そこをしっかりやっていきたいです。フライトエクステリア、キャノピーレフトサイドから外部点検お願いします、はい、まあ、それもしっかりウィングチップとかそのサーフェス、ウィングのサーフェスをチェックするときはしっかり。であとこれディアイスのチューブが、はい、うんうんうん、これが曲がってなくて、はい、DA40 と42ってあの兄弟みたいな感じで私では思ってるので似てる部分がたくさんあるんですけれど、やっぱりギア の, だあの上げ下げが変わってくるし、まあ、ディアイシングの装置も DA40 はピットヒートだけだったのが増えてきてっていう、やっぱ注意事項も増える分、なんかこう次のステップに行くんだなっていう実感とともに楽しみです。ダイヤモンド42型航空機です。コックピットにつきましてはほぼ G 線の PFD、MFD それぞれ、単発と
ほぼ同じ計器を使っておりますので、スムーズな移行が可能だと思われます。エンジンにつきましては、ファデック装備のディーゼルエンジンでございますので、このようにパワーレバーだけでコントロールができるようになっております。プロップの操作、ミクチャーの操作等は必要ありません。すべてファデックがコントロールしておりますので、プロペラのピッチの変換等すべてパワーレバーでコントロール、したがってオーバートルク等の制限もございません。今回はこれはもうオーパイを使っているということで、はい、これフライトプラン入れますから、はい、フライトプラン RJSF で、はい、ここに FKE、はい、はい、1万、はい、でこれを入れる、はい、次がエンターでこれ、はい、RJSF、FKE、SS と、はい、うん、でここで止めといて、はい、はい、ポイント2を切ります。 VFR アドバンスコプター 135126.45 の、仙台ディス入れておきます。福島の振動を入れ、それとはもう GPS モードを入れてるんですかね。もう今入れちゃまずいから、はい、じゃここを、まあ、基本的には GPS で飛んでいくっていう形で、はい、福島レディオ、ジュエットアルファ53デルタアルファとサウスエプロン。ジュエットアルファ53デルタアルファ、福島レディオ、コアヘッ。ジュエットアルファ53デルタアルファ、リクエスト IFR クリアランスと仙台エアポート、プロポージング7000 and リクエストタクシーデパーチャーインフォメーション。ジュエットアルファ53デルタアルファと仙台エアポート、プロポーズ7000とラジャー。スタンバイフォークリアランス and using runway 01 window 350 degrees 16 knots departure 23QNH 3000 inches スタンバイトラフィックインフォメーションタクシー to Tango 6 runway 01 EUS タクシー to Tango 6QNH 3000スタンバイフォークリアランスジュレットアルファ40デルタアルファコレクションジュレットアルファ53デルタアルファ間違えてしまいました。いいね、楽しみながらやれば。はい。走る程度、はい、走る程度、はい、上り坂、下り坂、はいはい、台風向かい風いろいろあるから、はい、何パーセントって言えないんですか。あ、そうですね。ピチュリニケーターノーマーザン533メラカスピリニケーターインディケーゼロアルティメータープラスマイナス5オフィールエレベーション地面スタンバイ。MCP だから01、ラウェイズクリア、ウィンドウ360ディグリーズ16ノット90ノット以下のオーパイはダメなんだよ。あ、まあ、失速に入るとかそういうことですか。だってオーパイの最低運用速度、そうそうそう、それが90になってるんだよね。あ、そうなんですね。ほうほうほう、90
聞いちゃうんだよ。ウィンド360@6:1302090指定60キロ、フュー2000、キュムラス、ブロークン6000、アルトキュムラス、9277部分です、まあ、アプローチにコンタクトしてから急にステップし直します。でもこれ入れちゃっていいよ。はい、プロシージャー、はい、入れてみっか。はい、プロシージャー、セレクトアプローチ、ベースツール、データベクターですね、ベクターっていいのかな、はい、220入れてます。はい、はい、クリックして、はい、これはロードにした方がいいですか。はい、飛行前はもちろん私自身が準備するのが、まあ、基本なんですけれど、その中で準備の中でわからないこととかちょっと曖昧なところを教官と確認するっていうことですね。なので飛行前、例えば1時間前とか30分前とかで今日のフライトをこう一から教えてもらうっていうことはないんですけれど、そのフライトに行く前にこう疑問点をなくしてから飛ぶっていう風な感じです。これまでは正直地上のその G-線のマニュアルではできないです。やってみてやっとこう分かるというか、はい、あすごい、それがやっぱりこの時点でできるのはすごいメリットですね。あ、いや分かんないことがたくさんなので、5.1 か、あ、ここでギアダウンだ。はい、ギアダウン、あ、この辺になってるギアダウン、はい、ギアダウン、ちょっと手前でやんないとダメで、はい、今行くか、はい、4.6、もう少しですね、はい、100ノット、そうデータファー5806ラマイ27コンティニアプローチリポート、ちょっとパワーライトペース、一緒にやるか、ピーチのロングベース、はい、ロングライトペース、タッチャノゴ、コンテナアプローチリポート、ロングベース、フォロープロテイントラフィック、強いね、これね、あ、風が、バランニングフラップス、アップ、ピードヒート、オフ、オタネートエア、クローズド、アイシングシステム、オフ、ランニングタクティーライト、オフ。テイクオフ中、デルタファ5-3デルタファ、ブレーキ離していいよ、はい、でグーッてジェットでしょ、はい、もちろんそのフライトに来てここでもう短期集中というか、もう1時間2時間勉強して、でもお家で勉強するっていう方もいれば、まあフライトの予定もないけれど朝来てずっと勉強して帰っていくっていうパターンの、結構自由なので、本当に自分自身次第の部分もあるので、そういうところはこうスケジュール管理だったりしっかりしていかなきゃなっていうところはありますね。 QNH3000 コピーしました、ありがとうございます。デルタアルファ53デルタアルファ
戻します。07000の、ウェザー取りました。風350 at 13 ビジビリティ50km Q7000 ブロカンハイダンノーンで Q3000 です。リービングハイステーションして3000忘れずにセットします。仙台から18マイル弱。はい、おおおおすぐ応募しちゃうから、はい、ローラと、はい、はい、スピード多いから、はい、ランディング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 、ローアプローチでプロシーツハイステーション by ミサスプロセージャー、90ノットぐらいで、はい、そう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 、インフォメーションコピー、それでいいよ、インフォメーション、インバウンドダイヤモンド42あーっとパワー調整して、はい、ちょっと入れないとダメだね。こちらアプローチ、サファーゼロ8フォックス、はい、ここでじわーっ絞っていくもん、はい、アイドルまで、はあ、ゆっくり絞っていく、はい、右ラダー、はい、アイドルです、そうそうそう、よーし、よいしょの、ステキトリスティック、おっと、どんどん5スリーまでいっちゃう、53デルタアルファトラフィックインフォメーショントレーニングコプターパーバートポジション3マルゾンファイナルラーメンいいかな、ピックアップタンゴ4タクシートゥーサースエプロン、お疲れ様です。ピックアップタンゴ4トゥーサースエプロンディレクトアルファ53デルタアルファ、ありがとうございました。周りだったり訓練環境だったりがすごく良くて、うん、まあ、周りに一番助けられてる部分があるんですけど、うん、こうあの時決断してよかったなっていうふうに思って、うん、なんかやっぱり飛行機飛んでるので、うん、車を運転してるのとはまた別なので、うん、やっぱり安全っていう意味ではやっぱ厳しさも大切だと思うんですけれど、うん、そうですね、その厳しさの中にどれだけその魅力が詰まってるかっていうのを教えてもらって、うん、あ、そうなんだっていう体感が、うん、やっぱ一回一回のフライトがもう同じではなく違うので、うん、そこはなんか訓練してて好きだったし、なんか大切にしたいなっていう感じでした。うん、